工業は産業としての工業の各分野に関する知識と技術を習得させることなどを目的とする教科。後期中等教育における専門教育に関する各教科の一つである。教科、工業は工業に関する学科や総合学科などで主に開講学習される。教科、工業に属する科目の数は60に上り。 そのいくつかと普通教科を組み合わせて教育課程を編成することで主に専門学科や総合学科においては学科の特色が生きるように配慮されている。工業の各分野に関する基礎的、基本的な知識と技術を習得させ現代社会における工業の意義や役割を理解させるとともに環境に配慮しつつ工業技術の諸問題を主体的、合理的に解決し 社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる2013年入学者より適用される学科目従前の60科目から61科目に再編されるによる改定従前の74科目から60科目に再編されたによる改定以上のほか各学校で学校設定科目が設置されることもある工業に関する学科は 高等学校設置基準に規定されている専門教育を主とする学科の一つ。専門教科、工業を中心に履修し、高等学校学習指導要領により、工業技術基礎及び課題研究が原則履修科目として指定されている。工業に関する学科は、文部科学省の学校基本調査、高等学校及び中等教育学校の 学科コード表において300番台で定められており、課表のようになっている。表内の数字はコード番号。工業に関する学科と科目の主な例としては次のようなものがある。工業に関する学科は、ほぼすべての工業高等学校及び商工高等学校に設置されているほか、一部の実業高等学校に設置されている。このほかに、養業科などが設置されている。 養業高等学校がある。かつては農業に関する学科を併設する農耕高校等学校も存在した。実習のために高度な設備を必要とするため、普通高等学校への設置は比較的少数であるが、それでも工業高等学校などから転換した学校を中心に設置例が見られる。教育職員免許法第5条の規定によって、 教育職員の普通免許を取得する場合には、基本的に教育実習を行うことが義務付けられているが、高等学校の工業の強化に関する教員免許を取得する際には、特例として教育実習は不要である。しかも、工業の強化に関する高等学校教員の普通免許は数ある教育職員の普通免許で唯一教育実習がなくても、 取得することができる教育職員の普通免許状であることが伺える。平成18年度学校基本調査付属資料、平成18年度学校基本調査高等学校、及び中等教育学校の学科コード表、文部科学省。ありがとうございます。